あなた、どこにいるの？あなた？僕はここだ。ああ、そこにいたのね。大変だわ。あの子が帰ってくるのよ。何の話だ、リンクス。だから、お兄ちゃんよ。本当か？うん、さっき連絡が入ったの。久しぶりに私たちと会いたいって。それはいいことじゃないか。でもどうするのよ。キッドには何も説明してないわ。実はお兄ちゃんがいるなんて言ったらびっくりすると思うし。大丈夫さ。素直に説明すればキッドも分かってくれるだろう。だといいけど、あの子私たちに不信感を抱かないかしら。実はお母さん生きてましたってこの前打ち明けたばかりなのに、さらにお兄ちゃんまでいますなんて。仕方ないだろう。全部理由があってのことなんだし、キッドなら分かってくれるよ。だといいけど。とにかくお前は何も心配しなくても大丈夫だ。僕が全部説明するから。分かったわ。ってことで、今回はフォートナイトやっていきたいと思うんですけども、キッド、ヤスルが探しとったぞ。なんか大事な話があるとか言っとったけど。待って、ムトッチ。うん、連絡せんでも大丈夫な？じゃあ会ってから連絡するわ。ちょっと今忙しいから。え、でも大事な話って言っとったのに。いいな、ムトッチ。僕、マンケイ教授さんと久しぶりに決闘するんだから、ちょっと準備運動しとかないと。あなた、それどころじゃないわよ。じゃあ、どうぞ。さっきニャッスルから話聞いたけど、本当に早く話し合った方がいいわ。話し合うって何よ？それは私からは言えないけど、とっても大事なことよ。ジャーズ知ってるんだったら教えてや。わざわざお父さんのところまで行く時間ないわ。だから私からは言えないの。お父さんから直接聞きなさい。いいじゃん、ジャーズ。ダメったらダメ。じゃあそれっていい話か悪い話かだけ教えてや。それはわからないわ。わからないって何や？だってそれはきっと次第だもん。僕次第？そうよ。あなたがその話を聞いてどう感じるかは私にはわからないわ。何それ、どんな話なの？だから早くニャッスルと会いなさい。それで全てがわかるわ。わかったよ。じゃあお父さんの家に向かう。キッド、ここにいたのか。ずっと探してたんだぞ。お父さん、今から家に向かおうとしてたところ。まあ通信が繋がったし、ここで伝えるよ。分かった。実はお前にはお兄ちゃんがいるんだ。え、お兄ちゃん？そうだ、ずっと今まで隠しててすまなかった。ちょっと待って、どういうこと？僕にお兄ちゃんとか聞いたことないんだけど。それは事情があってずっと話せなかったんだ。じゃあお兄ちゃんはどこにいるの？まだ今は近くにいないけど、シーズン4になったら帰ってくる。本当に？ああ、お兄ちゃんはキッドのことを知ってるから会いたがってたぞ。本当の話なの？この話って。今日エイプリルフールだっけ？お父さんは本当の話をしてるのよ、キッド。でもそんなこと急に言われても信じられないんだけど。まあ気持ちはわかる。でもこれは本当の話だ。まあ正直今はそうなんだっていう感じなんだよね。実物見たら実感するかも。だったらお兄ちゃんの写真を見るか。一枚持ってるんだ。マジ？ああ、どうしようかな。心の準備か。僕に似てる？そうだな、似てないこともない。兄弟だからな。気になるな。じゃあ見ろ。これがお兄ちゃんだ。わあ、想像となんか違った。でもかっこいいね。会って話してみたいね。シーズン4になったら会える。そうだね。でも写真見てちょっと実感した。本当にお兄ちゃんいるんだ。ごめんなさいね、きっと今までお兄ちゃんのことを隠してて。お母さんとお父さん、僕に隠し事ばっかりじゃん。お母さんも実は生きてたし、まさかお兄ちゃんまでいるなんて。本当にごめんね。全部理由があってのことなの。それは分かってる。
全部素直に言っても誰にも言ったりしないや。キッドのことは信じてるわ。でもあなたに危険が及ぶかもしれないから今まで言えなかったの。なんで僕に危険が及ぶの？お兄ちゃんの存在を知ってるだけで悪い人がキッドに近づいてくるのよ。なんで？お兄ちゃんの居場所を教えろってあなたに聞いてくるわ。教えなかったら痛めつけられるかもしれないし。そういうことか。じゃあお兄ちゃんもスパイなの？まあそんなところよ。そっか。でもなんで今お兄ちゃんがいるってことを教えてくれたの？もうキッドも大きくなったし大丈夫かなって思って。それにお兄ちゃんが帰ってくるしキッドに会いたがってるからね。なるほど。お兄ちゃんがおったなんてびっくりやな、きっと。本当だよ。でもお兄ちゃん、どういう人なのか楽しみだな。早く会いたい？もちろん。だけど来シーズンめっちゃ楽しみ。早くシーズン4にならないかな。来たか、おちびちゃん。俺はもう準備バッチリだ。おちびちゃんじゃないから、マンケーキ。どっからどう見てもおちびちゃんじゃないか。そんな機械を乗ってる時点でな、勝ち目はないぞ、おちびちゃん。そんなおちびちゃん、おちびちゃん言うて僕に負けたらどうするの？俺が負けるわけないだろう。勝負だ、おちびちゃん。へぇー、なかなかやるじゃないか。でもまだまだだ。それはどうかな。ああ、やばいやばい、これはやばい。ああ、おちびちゃんに負けちゃった、マンケーキ。おかしいな、今日はちょっと調子が悪いみたいだ。それは言い訳。悔しいな。またリベンジさせてくれ。美味しいホットケーキを焼いてあげるから。本当に？俺の店に来てくれ。最高のホットケーキを作る。というリクエストがあったので久しぶりにフォートナイト動画出してみました。いかがでしたでしょうか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 。マネせんといて、きっとこっちのセリフ。もとさ、スプラ3実況はしないんですか。実はスプラ3ダウンロードしてめちゃくちゃやってるんですよ。楽しいですよね。と言いたいところなんですが、全くやってませんね。配信もしません。